はい、今回はホストの闇と裏側こちらについてえ、調べてえ分かったことや解釈をお話していきます。今回もよろしくお願いいたします。国会でですね。このホストの件が注目されており、まあ、議員がですね。えまあ、どうにかこうにかって言ってるんですが、まあそのようにした方がいいと思うんですが、この裏側の件を調べるとですね。まあ、そんな正直法整備をしたからどうにもこうにもならないんじゃないかと思うんですよで。 あの今回の話を聞いていただいて、まあ、僕もそうですし、まあ、リスナー様も行かれる方はほとんどいないと思いますが、まあ、こういったものに近づいてはいけないとかねで、えーまあ、本当に危険が多いとで僕は思うんですけどこのホストとかホストクラブというのは日本からなくなればいいと思うんですねあの男性がです、ね、女性がいる夜の店に飲みに行くのとちょっと訳違ってです、ね、かなり日本人女性が人生崩壊するそういったものなんで あのででしかないいと思いますではっきりとわからないところがあるんでわかるところを考えていこうと思うんですがなぜだかこのホストの業界っていうのは今までずっと野放しになってるわけですね、えー、取り締まることがあない、えー、取り締まることができないのかあなんだかわからないんですけれども、えー、日本人女性がかなり被害に遭っているっていうことですでその状態でですね それをずっと放置しているっていうのもおかしいじゃないですか。でもそのおかしなことがまかり通って、まあ、いるっていう、いる、あるいはいた。そのことについて、今ですね、対策しようとしているみたいですが、どうなることやらわからないっていう、まあ、その状態ですね、今の現状。で、まあ、リスナー様でご存知の方もいらっしゃるかもしれないんですが、このホストの世界においての、この売りかけっていう、まあ、そのものですよね。 その女性え、お客さんとしての女性が払う金額をホストが一時的に立て替えて、その後にえお客さんに請求するっていう。そのシステムこれがですねえ。女性のこう、人生を崩壊にまあ向かわせるっていうものなわけですよ。この売りかけによってですねえ。もう信じられないほどの高額なあの。 お金を女性に請求するとで。女性は一般人女性の方がそんなお金払えないじゃないですかそうしたらまるで働けっていうそういった流れが裏で多分できてると思うんですよそういったところから考えても悪質極まりないわけですよでな,なんでなのかなってちょっと分からないんですけど男性が利用する女性がいる夜のお店っていうのは警察とか行政の取り締まりがあるんですよねしししかしホストクラブに関しては、 その警察とか行政の取り締まりが全くないんですよね。で えまあこの後にえそのな何ていうのかな手法みたいのを調べてて分かったんで手法ってやり方ですねホストのそのやり方っていうのがあ分かったんですけどえ女性に対してですね精神的依存のところに誘導していってそこから女性がこう抜け出せなくなってそのね多額な金銭えそしてその金銭が払えないと言ったら風丸に送り込むみたいな本当にあの最低な世界だと思いますだからなくなればいいと思いますしなくなるべきだと思うんですけどでそのおは っきりとわからないブラックボックスになってるんですけどホストの背後に何かいるっていうことなんですね。 893とか、まあ、そういった、まあ、特殊な組織とか、そういった影が見え隠れするんで、おそらく、その一般人女性が、ね、知らずにホストに行ってしまった場合ですね、そこから言葉巧みに、その一般人女性からお金を取って、そのお金がホストから裏の893とか、その特殊な組織に流れていく、そういった構図なのかなと。でそのの <coughs>、ね、背後のとか 特殊な組織には警察も手を出せない、そういったことになってるのかなと、まあ、そのように調べていて思いました。あの僕は全然そのホストとか詳しくないですし、まあ、あの男性ですけど、その女性がいらっしゃる、えーね、夜のお店に行ったことはもうほとんどないんで、あの数えるほどしかないですし、正直なんかあんまり面白くなかったんで、そういったところも行かないですしね。でそ,のまあ、それを言うと引かれるかもしれない。高いわけですよ。一、うん、回ね、その行って結構な金額じゃないですか。 とてもではないけどもったいないと思うんで僕は行かないですしね、うん、っていうまあことなんでそんな別にホストに詳しいわけでもないしその夜の世界に詳しいわけでもないんですが、まあ、ちょっと調べて思ったことということでここからお話ししていこうと思います。でまず何が問題なのかっていうとこういったことが問題になっていたんですね。 ホストが身分を偽って20歳前後の女性に近づいて、まあ、店にその先ほどの売りかけですね売りかけをして、まあ、その多額のお金を女性に請求したとでその請求された女性っていうのは、まあ、あの女性がそのホストに入れ込んでしまって えー、そのお金を返済するために風丸に働いて、最後はそのホストに捨てられたということで、で、えー、多分この親御さんだと思うんですが、この親御さんがそのようなことをおっしゃってると、で全国にはそのような女性、そういった被害に遭っている方が数万人以上いるんじゃないかって、だからそういった意味でひどすぎるじゃないですか、だからこのホスト、ホストクラブっていうものがね、日本からなくなればいいと思うんですよ。で ここからの話っていうのはもちろん分かりませんけれどもしかしたら外国のですねあるまあ心理作戦というかその C‐A の作戦が使われているのかなと思うんですけれどもホストっていうのはあまあ,あ若い女性とかあるいはですね結構年齢いかれた女性とかをあの手この手とまあいろいろその心理誘導してまあそのお金を使わせてそこから風‐‐に、まあ、送り込むっていうようなことをしているっていうことがいろ、まあまあまあ、んなところで書かれていたわけですよ。 そのホストの業界あるいはホストたちが使う、まあ、言葉みたいなことなんですけれども女性に対してです、ねまあ、精神的に鎖をかけるとか,あのなんか地雷を置くとかっていうことである種、まあ、この心理的に何、まあ、て言うのかな陥れるみたいなそういった手法そしてその女性の正常な判断をさせないっていう手法がマニュアルであるらしいんですよ。そういった情報があり そういったことから考えてもね、えー、本当に何て言うんでしょう、最低な世界だと思うんで、えー、で、このホストっていうのは、女性に対して、えー、その恋愛感情とか、まあ、その結婚するとかっていうことを、まあ、ちらつかせて、えー、まあ、自分がナンバーワンになるのを手伝ってくれとかね、よく分かりませんけど、自分を男にしてくれとか、えー、自分は将来、店を持ちたいとか、そういうふうに言って、とにかく、女性からあのお金を、あの手この手で、えーまあ、取るわけですよ。 で一般人女性っていうのはそんなに普通に働いててお金がないじゃないですかでそのホストクラブに行ってその先ほどの売掛金がどんどん額がかさんでいって払えないんで風丸へ送り込まれるっていうことでその女性もですねそのコストのそういった。 あのなんていうのかなてうか巧妙な言葉というかあねうまくそれは言ってくるんでしょうからそういったところで心理誘導されて、えー、まあこのホストの言われるがままになってしまうということで、えー、で、えー、まあ、ホストはその女性を風丸に送り込んでも自分のために自分の夢のためにとか自分のために頑張ってくれみたいなことを言うと本当にあの最低な世界だと思うんでもうさっさとなくなればいいと思うんですよね。で あのまあ、どういうふうにしてなくしていくのかっていうのは分からないんですけどやはりどう考えても特にこの若いです、ね、女性が、まあ、20, 代から 20, 代20歳から25歳ぐらいの女性がですね 一晩で50万とか100万もそんなお金を使ったらもうどう考えても無理じゃないですかその風丸に行って返すとかそういうふうにならないとだからそういったものをうまくあのそれこそ法整備をしてそういうことができないように、えー、まあしていかないとどん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 これから女性がですね被害に遭ってしまうその懸念があるんですねで僕今回この話初めて知ったんですけどまあ初めてっていうか まあそのホストに詳しいわけじゃないからわからないんですけど今回あの調べていてかなり何て言うのかなえやばい話だなと思ったんですがあやっぱりホストの背後にはそのな何かしらの黒い組織がいると。その、えー な,なんでしょう、その日本の、ね、ホストクラブなんですが、そこからですねその金銭を、まあその女性に対して金銭を払えないということだったら、海外の風丸に飛ばすとか、そんなことも言われてるわけですよ。でであるいはこちらはですねその 東京関東にいらっしゃる方はご存知の方いらっしゃるかもしれませんがあの新宿とかあの大久保公園の周りによくねそういう女性が立っているとかっていうのもあるじゃないですかそ,そこに立ってる女性っていうのもそのホストにはまってそのホストの売掛金を払うためにそこに立って。 あのそ,のね、そういったことをしてお金を稼いでると、まあ、稼いでる稼がされてるっていう、まあ、そういうことも言われてるわけですよだから完全にですねこうなんていうのかな悪質だなと思うんですよねでかなりこれっていうのも何ていうのかな全く知らなかった僕としては驚くんですけれども日本国内の,そのホストクラブで日本人女性がお客さんとして行った場合 でそのお金がですね払えないっていうことになったら外国のね風丸に、えー、まあ、えーまあ、なんていうの売り飛ばすみたいなオー,ストオーストラリアの風丸に売り飛ばすとかそんなことも、まあ、ニ,ュニュースっていうかに出てたんですよ。 あの歌舞伎町とかにあるえまあホストのまあ店なのか何とかっていうところでえまあそのねえ女性をその日本の風丸にえまあ送り込むこともあるみたいなことはよくあるっていうことなんですがで今度はですねまあこれもねやることが汚いなと思いますが女性がですね自分から進んで主体的に働くようにこう仕向けていって。 えー、まあそういったことをしているとかっていうのもまあ言われているんですね。で、えー、最近はですねあの海外出稼ぎブームっていうのがあるらしいんですよ。よくわからないんですけど。で、えー、ホストがですねその自分の売り掛け金をまあね回収するために、えー、日本人女性をですねオーストラリアの海外のフ、えーマルにまあ送り込むとか。 でその際にですね海外ならあまあその見,見バレしないバレないっていうことで月にいくらいくら稼げるとかって言って外国のその風丸で働かせるとかって、えー、まあ、そういったことがまあニュースになっていました、うん、だから外国にまで行って、えー、風丸で働かせるってひど、うん、すぎるしだからそういうことをやってるところだからもうさっさとなくなると思うんですがで先ほどのですね、えーまあ、東京新宿大久保周辺お大久保 公園周辺にです、ね、そのまあ立っている女性っていうのもそのホストの売掛金のために、えー、あのお金を稼がざるを得ないっていうことで、まあ、そういったことになっているっていうことで,でさらに、えー、そのね、えー、ホストの背後には、えーまあ、その組織がいるとその違法丸物とかそういったものもあるっていうことがまあ言われているんで、えー、まあ警察が動いて、えーまあ、そのホストの裏側まで まあその反社会勢力まで捜査の手を伸ばすとかっていうことがニュースになっていたんですがうんどうかなって思いますよね。 なかなかそういう一網打尽にするってことはできないと思うんで今回の件を調べていて思ったんですがやはり、まあ、こういったホストとかホストクラブに近づいてはいけないと思いますし何より、ね、その日本国内で日本人女性が安心して暮らせるようになるためにはこのホストクラブっていうものを撲滅して解体していくことが必要だと思いますだからあの、ね、わ分からないんですけどついつい初めて行ったものがですね,そ,のねそれこそ分かりませんけど一晩でその数十万とか 数百万とか一般の人からしたら無理じゃないですかあと若い人なんてそんなお金払えないじゃないですかでそういったところから女性のですね人生崩壊に向かわせるそういうのを意図的にやってるのがこのい,いわゆるホストの闇裏側であるっていうことがちょっと今回調べてて分かったのでお伝えしてみましたあ国会でですね議員がなんかどうのこうの言ってますけどまあ多分全然ね、えー、まあそういったことに多分何て言うのかな着手しないと思うんでこういったことに気がついて近づかない、えー、そのお 考え方が懸命であると思いますということで、えー、まあ、何かしらご参考になっていただけることがお伝えできれば何よりですということで、えー、今回はここで終わります。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。失礼いたします。